一枚のカンナを持って台だけ変えて使用するのはオッケー。はい。えっ、ー、とですね。例えばですね。えー、こういう形状のカンナに使っているこの刃をですね。えー、この刃だけをですね。こう別の台に移して、えー、別の台というこれはまっすぐの台になりますけれども、まあ移して使うとができるのかということになります。えっ、ー、と。 基本的には、えー、おすすめはできません、えー、なぜならですね、えー、カンナを使う時にはですねいつもこの台のね下を調整していくことになりますで、えー、まあこれ実際はですねこうやって取り外して、まあ、このストレートのね台で、まあ、使うことができる しかしですね、えー、この台が、ね、調整されている時の時にこの台が調整されている時に、えー、使われているこの刃のね長さっていうものが毎回こう変わってきます。ねまあ、例えばこっちでこうしばらく使ってですね えー、切れなくなったら、まあ、これ研ぎますでこう短くなった状態で今度ねこっちに使う、ね、ってなるとまたそれで、えー、この台を調整していく必要がありますそしてまたこれで使った後これを抜いてですね研いでこれを外してこれをはめて。 使おうと思ったらまでこれ非常にですね、えー、効率が悪いで,で、えー、それぞれのですね、えー、適性、ね、それぞれに、えー、合う使い方としてその道具を用意しておくっていうことが非常に重要になってきますんで、まあ、同じ刃をですね、えー、違う台 に入れ替えて使うというのは、えー、基本的にはまおすすめはしません。特に僕らのようなですね、えー、まあ、プロフェッショナルになってくると、えー、それぞれですね、えー、必要な道具を揃えておくことが、えー、一番綺麗にですね早く仕事を進める方法になると思います。